大型のシーバスを求めて全国を旅するシーバスジャーニー。今回訪れたのは高知県高知市。観光の人気スポットは坂本龍馬で知られる桂浜。舞台となる浦戸湾湾口に位置している。そしてその西に位置する仁淀川は最後の清流と呼ばれる一級河川。今回は浦戸湾奥と仁淀川を舞台に釣りを展開していく。はい、こんにちは、村岡正則です。今回のシーバスジャーニーはこちらにやってまいりました。ここはですね、浦戸湾という、湾の出口でございます。で、浦戸湾といえば、高知市、ここは高知県でございます。なんとね、シーバスジャーニー四国初上陸です。おめでとうございます。ありがとうございます。で、この今回はですね、この浦戸湾を舞台に一つと、それからこちらに桂浜って浜があるんですが、その先に仁淀川っていうですね、これまた大きいシーバスが釣れることで有名な川があります。で、そういった今回その仁淀川一帯と浦戸湾を舞台に繰り広げたいと思うんですが、シーバスジャーニーこの1年ほどですね、ちょっとこうランカー級に恵まれてないので、一昨年みたいな90オーバー80オーバーに巡り合えるようにですね、この高知県ってランカーシーバスが釣れるということでとても有名な県ですので、今回こそもうドカーンとしたのをちょっと見せできるようにですね、全力で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。前回は山口県の関門海峡が舞台。最大9ノットという激流に翻弄されるが、パターンを絞り込み連続ヒット。来た。でかいサイズはね、今合わせた瞬間結構重さありましたけど、来た、よし、よし、やった。試合のチャンスに3尾のシーバスをキャッチ。ノーフィッシュとなった1度目の長考のリベンジを果たした。嬉しい、楽しい、しびれますね、この西流れ。大型のシーバスを求めて全国を旅するシーバスジャーニー。今回は高知県が舞台。高知に到着していくつかの川を下見した村岡。まずは浦戸湾に注ぐ国分川支流を訪れた。ちょっとベイト気はないんですけど、まあ、やっぱ雨で濁ってるっていうのと、それからこう夕日がこっちサイドに、僕らが川の西側にいて、今この辺が日陰なんですね。だから日が、まあ、ここから今そこの日が当たってるところよりこっち側も日がね当たらないので、スズキが浅い方に入ってくるんじゃないかという読みと、それから多分ベイトが吐くじゃないかって考えた時に、当然真ん中を泳ぐ吐くもいるんですけど、やっぱ断然こう岸際通る吐くが多いので、その岸際に焦点を当てた時に日陰側になっててっていうところですね。で、これから多分もうどんどん下げ出してるので、このちょっとした鏡みたいになってるラインですね、それが、まあ、下げてる時にそれなりに流れが動いてる証拠だと思うんで、まあ、こういったラインをちょっと打ちながらやってみようと思います。いるオルタネイティブのフラグマ、90F ですね。これでもう水面と水面直下で誘ってみたいと思います。これから夕間詰めのチャンスを迎えるタイミング。護岸の際のシャローエリアを9センチのフローティングミノーで探っていく。イメージはボラの幼魚、ハクと呼ばれる5センチ以下の魚の群れ。大きさは違うが泳ぐ速度と方向を合わせて誘う。吐くパターンは全国的に、去年もね大分県の小野川で吐くパターンでしたけど、結構ね攻略難しいって声聞くんですが、考え方としては吐くのサイズにルアー合わせようとしても、あんなね1センチ2センチの
ルアーにしてもこうゲーム自体ができないし、針がねどうしてもちっちゃくなっちゃうんで、釣りならないんですけど、スピードとハクが動いてるスピードとレンジ、それから方向を合わせることが大事かなと思います。ハクとかイナコはですね、あの流れに対抗して泳ぎますんで、今ゆったりこうこっちからこっちに流れが来てて、ってことはハクはこっちに泳いでくるんですね。だから投げる方向は下流側に投げて、ハクと同じスピードで泳ぐっていう。で実際ちょっと後でハク泳いできたら映せたら映したいと思うんですけど、まあ、そのスピードとレンジと、泳ぐ向き、それさえ合わせれば結構イージーなパターンになってくるかなと思います。これがね合わせられない状況とかポイントとか立ち位置だと、苦労しますね。ただレンジに関しては、このフラグマとかガボッツとかフローティングミノーで、まあ、ハクは水面直下を泳いでますんで、水面直下をこう合わせるパターンと、それから結構強いのがバイブレーションの、早巻きストップ&ゴーリフト&フォールですかね。それは多分リアクションで食うんだと思うんですけど。下流へ移動しながら護岸際のシャローを探っていく村岡。日が傾き、右岸サイドは日陰のシェードとなっている。その中でシーバスが小魚の群れを待ち受けるイメージだ。ちょっと勝手に浅いと決めつけてたんですけど、あ、浅いですね。やっぱこれぐらいならバイブレーションじゃなくて、表層で大丈夫ですね。多分1メーターぐらい今足元で。フラグマもこのルアーも水掴んでぐんぐん巻けば潜っていっちゃうんですけど、この水面にお尻出すか出さないかぐらいですね。シギアってよりはその辺の方が出そうな水深かな。水中に沈んだ石積みを見つけた村岡、今度はその際をチェックしてみる。こんぐらいのスピードで上に向かっていくんですよ。結構超過出てるのは、いわゆるバイブレーションプラグで、まあ、ちょっと動かし変化つけながら、スピーディーな釣りをしてリアクションで食わすっていう、まあ、リアクションというかもう目の前を横切らして食わすっていう形ですね。でこいつはナレージ50です。こいつでちょっと浅いから根がかりそうだけど。ここでルアーチェンジ、5センチのバイブレーションを試してみる。これまでのスローな誘いとは一変、早巻きとトゥイッチでリアクションバイトを誘う。ちょっとライズがないからエリア選択をミスってるっぽいですね。この時間でこのね、鏡みたいな水面とそうじゃないところ境目ぐらいでバコーンってね、一発二発出ないといけないシーズンだし、いけない時間帯ですよね。今ちょうど6時ぐらいじゃないかな。6時ぐらい、シーズンは正規。魚がいればルアーへ何らかの反応をしてきてもいい。ベイトフィッシュを捕食するライズやボイルもない。この後夕まずめいっぱい釣りをするが、
シーバスの姿はなかった。浦戸湾奥の河川では反応がなかったため大きく移動、車で西へおよそ30分、仁淀川を訪れた。干潮からの上げ潮と浅間詰めのタイミングが狙いだ。ここから村岡の釣り仲間が合流。ローカルのルールなど分かりにくい部分のサポートをしてもらう。もちろん釣りに関してはこれまで同様に村岡が組み立てていく。今真夜中でございます。でここはですね、河口にやってきたんですけど、高知市内から30分ぐらい走った仁淀川という川の河口です。でとても綺麗なね、上流は清流でも有名な場所なんですけど、結構まだちょっと全部見えないですが、非常にダイナミックな、かなり沖も荒れてて大きなうねりが押し寄せてる中の100メーターぐらい川の中に入ったところですね。ただ100メーター中でも結構なうねりが川の中入ってきてて、で川の水は左から右にガンガン下げてる最中です。まもなく干潮というところなんですけど、これから上げ潮が始まって、多分川の水は下がるけど、下を海水がガンガン上がってくるタイミング、それに合わせて魚も入ってくるんじゃないかなという読みで、ここに来ました。はい、ということで、3、4時間のね、持久戦になると思いますが、頑張ってみたいと思います。先発ルアーのブルーブルーのブロイン 140S ですね。必ず、上が真水、下が海水の二枚状になるので、そういうね、荒れた水の不安定な状況でもバランスよく泳ぐということで、こいつ主体でいきたいと思います。今回サポートしてくれる北添さんによると、浦戸湾奥の河川は厳しい状況とのこと。前日に雨が降ったことから濁りが入るため、仁淀川の河口に狙いを絞り込んだ。でこの上げ潮に合わせて塩水くさびっていう、要はこの真水が大量に吐き出されてる下を海水が今度川の中に入ってくる、その海水のライン沿って大きなスズキがこの川の中に入ってくるわけですね。で上の真水が流れてる中で流化してる弱った魚だったり、弱ってないんですよ、単にもう油断して真水のとこを流されてる魚を狙ってくる。で昨日雨が降ったので、その真水の層はそれぐらい厚いと思いますん で先ほど先行者の人がバイブレーションでヒットしたって言ってたので、結構まだまだ真水は分厚いのかなと。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。